梅まつり期間中一般公開されている修理現場を無謀にもお引きずり衣装で見学すると言って聞かない大岡さん。すごい。そしてまたまた無謀にも茅狩りに挑戦。大丈夫かな、ご迷惑かけないかな。そしてドヤ顔で私が作ったと言い張る大岡さん。普段間近で見ることがないし、剪定する機会などもありません。とっても貴重な経験ができました。